さあ、それでは、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの続きやっていきます。というわけで、いきなり地底にいますが、なぜかというと、まあ、普通に地底を探索していたんですけど、スタンプがなくなりました。というわけで、今回はスタンプ回収が主な内容となっていきます。さあ、というわけで、ここまではね、探索を進めていて、とりあえず目の前には、宝箱がある。よし。じゃあここからやっていきましょう。場所で言うと、どこだここは。奥の湾の地底、果てのビーチの地底というべきかな。ここからやっていきます。さあ、もともと装備もやる気バッチリ。どこから入るんじゃこれ。あまり見ない形なのかな？なんか周りすっぽりっていうのは、おこの形か。よーし、待って、これは叩ける。よし、あーっ、おーっとっと、よくあるやつ。ふん、まずは周りのやつも、わー、よし、武器、木の枝付きブーメラン、一体いつの間にこんなものを、いや、やったんだろうな。なんか前邪魔な木の枝を取っ払った思い出が蘇ってきたぞ。しまった、それ、ね、ちょ待って待って、取らせるか、痛い。いいぞ、ビッグブーメラン、地味にリーチが長い。まあいいや。ふん、よし。わ、ちょっと来ないで、結構やる。後ろからヘッドショットとか、さすがチューリー。いいよ。そっちじゃない。ふん、あれ、よっと。よし。じゃあ、ついでだから、もらっちゃおうかな。ふん、おっ、さすがやるじゃない。よーし、おお、なんかブーメランの形状がなんかちょうどいいって感じになってるか。うん、よし、じゃあとりあえず戦利品はもらって、ユンボー、ユンボーどこだ、ユンボー、しょうがない、もう、おお、怖い、あれ、ちょっと待って、うそー、ユンボーも来ないし、ユンボー封じてたっけな、そんなことないと思うか。お、なんとぐったりさせることもなくやっつけられた、すごい。一心の弓、じゃあ交換していこうかな。この辺りはハテール地方だから、かかりこ村というか、そのシーカー族のアイテムが出てくるんだ。うん。斬新の小刀とかも出てくるし、イーガダンとシーカー族ってことなんだね。お、木の矢が取れない。じゃあ、こうじゃ。よし。ん？あ、そっかそっか、目の前の宝箱か。お、一心の弓の威力10。よし。一
とまずは宝箱も取れたし、じゃあいいかな。よし、向こう側には何もなさそうだけど。お、闇ホタル、つい取りたくなっちゃうけど、こういう時はミネル様に。ミネル様、見た感じ変わった？オーラは出てないけど、なんていうかそのエネルギーラインとかが若干黄みがかった気がします。うん、胸元は確か仲間になった時点でああやって青紫に光ってたよね。うん、目の色が強くなったような気がします。というわけで、ふん、逃がしはせん。結構逃げられましたね。というおーっとっとっと、小さなタイヤパンチ。さてと、じゃあここは OK。 おっとっとっと、じゃあとりあえずこれからね、こっちの方を調べて大物がいないかチェックしようとは思ってたんだけど、スタンプを回収していくために、あれ、どこに置いたんだっけな。あ、ここだ。結構遠いな。ここまで行かないとダメだから、どうしよっかな。うん、今はやっぱりスタンプ回収を優先していきましょう。とりあえずそれがないと、そのなんていうか、新しいものを見つけてもスタンプ置けないからね。じゃあここ行きましょう。よし、見えない。よし、お、じゃあちょっと回復してる間に扇風機と操縦桿はまたゾナウギア製造機でちょっと増やしておきました。よし、ダスキーダダニの採掘場を飛び越えて、お、木の陰に隠れているのはイエロック。先制攻撃、ちょっと外しました。普通にこれ普通に乗せて、あーっと失敗した。ヘリコー、でもこうどうせ今しか使わないし。おー、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとステップステップステップ、燃えてる。あわわわわわ、ふん、みんな頑張れ。違う違う違う、ユンボユンボの、おお、いや、ちょほい、ふう、あれこれ乗っててもダメなの、そういうもん。じゃあしょうがないな。わあ、結構高い。ヘリコちゃんで行くか。与えたダメージはどうなる？さすがに変わらないか。これは難しいというかできないと。あ、ごめん、当てるつもりなかったんだけど。よし、さすが攻撃力アップしてるだけある。よし、普通の心眼だけど、まあ何かにつけていこうか。いや、ミネル様にあげればよかったなって今一瞬思ったけど。よし、じゃあここは討伐。というわけでまたスタンプがなくなりました。じゃあ次はどこから行こうかな。この辺りも気になるところがあるんだけど、こっちもあるんだよね。ゲルドの方からやっていこうかな。ちょうどここも抜けてるし、この辺りから西の方に向かっていけばいい感じかな。それかここか、ここからこんな感じで行きましょうか。じゃあこれをこうしてワープ。
ここはデグガーマがいる場所だね。よし、さあかかってきなさーい。ちょっとゆっくり。お、気づかれた。気づかれてない。キースの目玉を使って、よし、さあ、じゃあ武器はどれがいいかな。ゾーラの槍がいいかな。槍の形状の方がね、基本的にはこの硬い甲羅に当てずに済むから。じゃあこれで水飲み。よし、さすが、かなりいい感じ。おお、これで、ちょっと待って、目つぶってるけど当たった。目つぶってるけど当たった。よし、うおーい、ミネル様、ふう、いいよ。その腕につけてるさ、なんていうか、タイヤとかをさ、なんていうの、四つん這いの形になってブイーンってできたらいいんだけど、そういう変形機能とかないですか。ないですよね。よし、前作ではバイクみたいのもあったけど、今作にはないからな。ミネル様が変形してくれるとちょっと嬉しいんだけど。よし、攻撃力アップとゾーラの槍が水に濡れるとすごく強い。あー、しまった、スタンプ。よし、じゃあ次はここ、スタンプを消してもまた増え、ん違う、スタンプを補充してもまたすぐゼロになってしまう。あまりにもスタンプが足りなすぎる。これはどっちかっていうと拠点かな。うん、おっと、あー、揃っていこうとしたんだけど、おー、ごめんなさーい。たくさんある王家の両手剣でガチロックのシンガーと相性がとってもいい。よし、これはそい。結構やる気になればさ、なんかもうやりたい放題できるのがこのゲーム楽しい。あれ、そうなるんだ。へえ、煙そんなに分けられるの、驚き。へえ、ちゃんと煙自体もさ、ある程度そう、敷居とかで物理的に計算されてるんだ。なんかゲーム的には上まで突き抜けそうなイメージだから使ったけど、そうもいかない。うん、逆もまたしかりなのかな。おー、確かにほとんど抜けてこない。へえ、よくできてる。攻撃力が過剰すぎるので当たらなかった。わあじゃあ背中のこれ打ってやる。よし、うん、じゃあ宝箱も取れたから、さっさと次行っちゃおうか。ゾナニウム、ゾナニウム結構頑張って回収した甲斐があったかな。ぬ、じゃあ、ちょっと待って待って待って。よし、さあ
ここは取れたので次はここ、うん。であとはまだ見てないこの辺りを見ていく、うん。ここか。そうしたら大体ゲルドは見たってことになるのかな。あ、ここ、うん。自分で置いたスタンプうっかり忘れちゃうと大変だからね。よし、とりあえずじゃあスタンプ目指していきましょうか。ふわわーん。倒してあるとは思うんだけど、スタンプだけ置いちゃってっていうこともあるのかな。あ、気づかないんだ。へえ。お、気づいてくれた。討伐済みでーす。おお。うん。さあ、ここで問題です。ブロックゴーレムさん、こちらを見失うとどうなるでしょうか。1、そのままうろうろする。元の形に戻って監視を続ける。ティアキンクイズです。というわけで元の形に戻って監視を続けるでした。じゃあ次行きましょう。これはまあいいか。さあ、うろちょろと周りを見ながら行きましょう。動画収録中はね、なるべくそのこうやってキュッキュッとか言って視点を回さないんですけど、自分で探索してるときは結構キョロキョロしてます。おっと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 、これは下にあるのはゲルドの武器じゃないっぽいな。じゃあいっか。これだけだだっ広いといろんな大物がいそうだけど、うん。お、あれ？あ、そっかそっか、ここだ。いいんだ。自分で置いたものにちょっと気づかなくなってしまう。ちょっと勢いがありすぎた。危な。あわわわわわわわ。あれミスったけどいいや。よし。よっ。ああ、爆弾花だこれ。しまった。あの、なんだっけな、あの四角い次元爆弾かと思って叩いちゃった。うかつ、煙だけに自分の目を奪われてどうする。お、いいぞ。さすが、さすがミネ様。ふん。おおおおお、やるか、やるんか。違う、お前じゃない。よし、不意打ち。よーし。というわけで一旦武器は戻して、白銀ボコブーメラン、名前がなかなかいい。あー、素材が消えてしまう。取ろう。おっと、危な。素材に目を奪われて。よし、自分で招いた災難だったけど、まあ楽しかったからいいや。よし、王家の両手剣を、おっとっと、しまった。何つけた。ゾナニウム。うん。お、ダブル両手剣。ふははは。よし、じゃあひとしきり楽しんだところで次はこっちかな。おお、危な。くー、すぐさま倒したいところだが、みんなやってくれるかな。おお、さすがチューリ。うおー、こうなると、こうなるとつい
多分ヘリコの方が早いんじゃないかなとか言って一瞬思いながらも、これだけ平たい土地が続くからスタルホースでもいいかな。うん、これはまあいいか。ちゃんと動き出してから解除すれば落ちてくれる。あとは馬に乗りながらアイテムが取れれば完璧なんだけどな。うん、さあ現在地はちょうど砂漠のど真ん中。うん、これはゲルド系の槍ではないな。うん、大物かと思ったら上に乗ってたモリブリンか。じゃあいいかな。こっちはスタルヒノックス。スタルヒノックスか、倒してはいるんだけど、スタルヒノックスに関しては地底の方が常に動いてるから楽ですよね。ふりゃビッグブーメランを投げる。えいなせめて当たってほしかった。多分落ちると思うんだけど。うん、あでもダメージでっかいな。うん、来なさーいよっできなかった。ちょうど後頭部に当たったな。よーし、これをミネル様につけさせてあげたいけど、まあ無理だろうな。ふん、そいや、おそっか、骸骨の方にもダメージ与えてくれてるからいいじゃない。なんていうか、賢者との共同戦線。うん、骨装備なんだよね。だからすごく強くはなるんだけど、まあとりあえず懐に。よし、あれスタルホースくん、あ、いたいた、よかった。すでに討伐済みのところで、でもな、結構貴重な角と言えなくもないからな。うん、これはこれも普通の剣だな。更新、おやるか、蹴散らしてやる。今一瞬底のけ底のけお馬が通る的な歌か何か思い出したけど、詳細が思い出せない。よし、じゃあこの辺り OK かな。チラッと、おっと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 、あぶっ、かっこよく飛んでさ、なんとかなお逃れたのはいいけど、まさかしびれたスタルホースがさらに背伸びする形になって当たるとは。あー弓、王家の意味がなくなっちゃったんだ。ニックキエルキース、あーエルキースが避けたから、うおーやめろー、ダブルダブルビリビリ。よーし、おうん、やはり攻撃力が上がってるとバンバン敵をやっつけられて楽しい。なんだかんだこういう探索とかバトルメインの時は蛮族シリーズとか鬼神シリーズがとっても役に立ちますね。よし、
あとはミネル様、王家の両手剣で両断、両断っていうか、よくよく考えたらなんていうか、その交渉とかさ、壊す必要あるとか言って内心思ってきた。だってもう5000個近くゾナニウム持ってるんだよ。それまとめたら交渉の大きさじゃなくなるでしょとか言って思うんだけど、不思議なポッケ。よし、結構なんていうか交渉があってここまでやっちゃったからには、よし、くっ、ヘリコと違って馬の居場所がちょっと一瞬でつかめない。君にさあ、なんていうかその明かり花の何か蔵とかをつけてあげたい。なんていうか夜光塗料的なものを塗ってあげたい。よし、じゃあ次はここに行くわけだけど、ちょっとだけ北の方を見ておこうかな。ちゃんと近づかないと出てこない大物っていうか表示されないってことがあるから。うん、大丈夫そうかな。そういえばスタルホースにもガッツ人参って食べさせられるんかな。ちょっとやってみよう。まずに、あの人参っていうかリンゴを食べるかもチェックしよう。来ないか、来ないか、あ、来る来る来る。おお、へえ、どことなく嬉しそう。というわけでガッツ人参。おお、お、増えたー、すごい。3つも増えるんだっけ、すごくない。よし、じゃあ目指すべきはここ。ヒノックスくんは、うん、どうしようかな。これも普通の剣だな。ん？普通の旅人の剣だよね、これはね。うん、あっちは、あ、森っぽいと思ったら、イーガダのアジトか。じゃあいいや。おっと、すまん。意外とさ、この白銀ボコのポンポンが、割と明かりになってる。これも違うね。どんどん更新しておこう。うん、よさあ、ようやく目的地近くまで来ましたけど、何もないね。エレキースはいるけれど、うん、おっとっと、わっ、取るタイミングがわからない。おっと、目ざといやつ。あー、ちょ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 、スタルホース君も体力あるんだよね、当然。うん、もうちょっと端側をちゃんと見て。
向こう側も一応見ておこうかな。うん、意外とこういう端の方にいてもおかしくはないからね。おっと、これはちょっと無理だな。うん、これは普通のやつ。よし、じゃあここは OK として、結構これぐらい距離が離れてると大物が表示されない距離かもな。ある程度斜面とか境になってるんだったらまあ大丈夫でしょうって感じになるけど、だだっ広いからね。にしても随分武器塚があるよね。よし、おっとっとっと、この辺りはおわずかな山がくぼみになっている。意外と戻れるルートが限られている。ここ行けるか、偉いぞ。よし、さあこれからこっちか。しばらくちょっと長旅になってしまうな。なるべくあまり見てないようなルートを通っていきたいけど、普通に行くしかないかな。この辺りはでも見ておくべきか。うん、小川まちゃんさっきもいた。ヘリコよりかは切り返しっていうか機動力はあるので、そこは楽でいいね。お、あれはこっちはよく見えない。旅人の剣か。小規模な採掘場、こういうのをさ、敵を倒したりしまくればなんかこう貴重な武器が出やすくなるとか、そういうことだったりしない？そんなことはないかな。運ゲーかな。うん、よし、じゃあここから真北に向かって出発。おおおっと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 、大丈夫か。馬にもゾナウギアを装着できたらな。おうん、ここは何がいたんだっけ。あ、イーガタン拠点か。やっぱりスタンプがあるといいね。だからスタンプの上限を増やしてください。300と言わず999個までを増やしてほしい。うん、
この辺りはメインチャレンジというか石像を追っていくっていうのがあったよね。デグガーマ、ナイス。ホラフリンたちって意外といないよな。特別な巣穴がないといけないっていう。こっちにもデグガーマ。やっぱり砂漠は広い土地があるだけ、その大きめのエリアを使わなくちゃいけないアイテムを配置されてますね。なんか最近ねスタンプ押してあるけど本当に倒したのかなってなっちゃうんだよね。あ、よかった、討伐済みだ。よし、さあそろそろスタルフォース君とお別れの時間が近づいてきたかな。逆落としじゃーと思ったらこれはゲルドの槍。よし、かなり強力な武器だから持っていきたいけど、斬新の太刀がいらないかな。よし、うん、これ以上は無理か。じゃあ君にはお世話になった、ありがとう。よし、なんとなく何かがいそうな平たいところは要チェック。うん、上から見る限りは今のところ大物の影はないな。宝箱は反応なし。ボスボコか。腕鳴らしに戦っておくか。こういう基本を思い出しながら。ちょっと待って、それ起動したい、さっきのミスを。集まれ集まれ、おっとそこにいるよ。いやーやりおった。いいぞ、うん、いいよ、強い。ミネル様の攻撃力めっちゃ上がってない？気のせい。うん、仮に 1.5 倍ぐらいになったとしても十分強くなってる。他の賢者と違って自分で戦うこともできるからより使い勝手がいいはず。おお、さあどんとこい。お、小刀振るの早くない？よし、お前はすでに凍っている。よし、なんかあの次元爆弾結構なんていうか使えるっていうか火力がある方ですよね。まとめて置いてあるせいもあるのかな。うん、よし、
意外とその目印にしているところ結構遠いね。やはり地底広い。うん、よく掴んだ、すごい。さあここは、お、何かあるぞ。成敗つかまつる。よし、武器は一旦変えて、ふん、多勢に無勢。よし、おーっといきなり飛び出てくるとは。よーし、たまには自分で、お、懐かしいな。しかし今拾ったばっかりなのに。よし、火が、なかなか懐かしい盾だが、うん、これは放っておこうかな。今木の矢を取ったのでここは OK。 おっとっと、別に捨ててく理由もないけど、なんだって。まあいいかな、インスタントに使いやすいよね。よし、じゃあここはオッケーかな。うん、この辺りでカッポレダニの採掘場は行ったことがあるみたいだから多分大丈夫かな。見るとしたらこの辺りだね。ここをこう見ていく感じかな。でもそれはまた後でやりましょう。今はとりあえずスタンプ回収をしておきたい。おっと、どうも、ふん、まあダメなんだけど。乗りたい乗りたい。よし、オッケー。さ、じゃあライクライクくんの宝箱はここに残したまま、次はどこだったかな。こっちか、地底遠い。まずはここでしょね。さ、今度はヘリコちゃん使っていかないとっていうところかな。あれ、ボスボコ多いな。とりあえずダッシュ。これは特に特殊なものではないかな。うん、さあ見えてきたのは白い岩ロック、夜行型。うん、この岩ロックね、なんていうか名前が岩ロックだからさ、全部岩ロックでいけるんじゃないとか言って思ったりするんだけど、さすがにそう甘くはないかな。岩ロック、
やっぱ反応しないよね。あえて夜行ではない、気象無理だね。夜行、細かい、なんという細かさ。もう岩ロックだったらどんな岩ロックだろうとなんだろうと反応するようにしてほしい。もうカテゴリーでそのなんか探索というかそのセンサーが反応してほしい。というわけでございまして、これはしまった、ゲルドの槍にあらかじめつけておけばよかった。これは失敗。ここでできるだろうか。できた、さすがの火力。よし、スタンプはあと4つ余ってる。よし、じゃあこれはプレゼント。よし、お、これはオルドラ様、これ意外と遠いやつだ。届くか、ギリ尻尾にはいけそう。熱い熱い、ふう、この鬼神シリーズのお面、お面っていうかつけててもこの険しい顔になる。どこがお面でどこがお面じゃないのか、ていうかお面なのかこれ。鬼神帽子だ、帽子、帽子なんだ。よし、炎ガード、竜とはなかなかその狙って会うっていうのが難しいからね。もうルートは分かってるから、それを反対に追っていくことでその竜と出会えるようにするっていうのが基本なのかなと思うけど。竜眼石、竜眼石もうちょっと耐久力があればな。ミネルのゴーレムにくっつけて戦わせるってなかなかいいんだけど、割と早く消えちゃうのが難点なんですよね。よし、ようやく先端まで来れたな。いや、ようやくっていうレベルじゃない、まだまだ全然、まだ首の根っこぐらい。ふう、さてと、下の方でドカーンって音が聞こえたけど、相変わらず炎で爆弾花とかを消し飛ばしてるのかな。種類順に変えて、爪は3本、牙のかけらが多いな。そういえばこれを弓に矢につけて飛ばそうと思ってた時代があった。あのギブドの骨っていうのが出てきて、あれが基礎威力がもともと高いのでいらなくなったんだけど、竜眼石もいっぱい、角もいっぱいあるね。じゃああとは鱗、爪にしておこうかな。息吹の勇者服が確か竜のその鱗とかが必要だから、どれぐらい必要になるかわからないので。どうやって取るんだっけ、忘れた。あ、普通に取れるんだ、いいね。よし、ありがとうございます。あとはここか、結構遠いな。この途中、まあ見てるかな、見てると思いたいけど、ここはちょっと気になるかも。近いから今のうちに見ておこうかな。探索が始まると全然そのなんていうか時間が足りない、スタンプも足りない。スタンプを消すとしたら何がいいのかな。もうね、ほとんどが討伐の証なんですよね。
武器塚のマークとスタンプをね置いてたこともあったけど、あれ全部消しちゃった。地上の方だとコログがね予定されてるところには置いてあるんだけど、あとは空島もほとんど討伐マークですね。あとはまだ行ってないところとか、宝箱っぽいやつとか、そういうのをどんどん回収していけばまたこっそりとね探索しておきますので。おっと、地底に戻して、だからもうスタンプを回収するしかないっていうのが正しいのかな。よし、何もなさそう。オッケー、じゃあここ行きましょう。ここなんだっけ。よし、結構位置的には近いかな。あれ、なんかでも近いなと思ったけど、壁通れルーフで行けないかな。なんとかこの高いところをぐっと通れルーフで上がれると嬉しいんだけど、そうもいかないかな。きついなこれ。お、いけそうかん。あー、ばう、これぐらい許してくれませんかね。くー、この辺りとかすごくいけそうだけど、段差が何かないと無理かな。おん、頑張れ、やる気になればなんとかなる。あれ無理かな、結構この真上って普通にいけそうだけど斜めすぎるのかな。ダメかー、無念。あったあった、どこだ、一瞬反応があったぞ。ここだ。おお、探索粘った甲斐があった。うん、なんかやっぱり今普通に上がれそうなとこだったね。斜めすぎてダメだったのか。うん、なるほど、反応がないようだが、ん、反応がないのに俺は、あ、あれ、ん、あ、スタルヒノックスじゃなかった、イワロックに変えてたからだ。焦った。よし、オッケー、ちょ待って、消えちゃったかなこれは。えい、ダメだよね。わー、やめろバカ。自分たちごと死ぬ気かーみたいな。チクチクするぞ。壊れそうになったら投げちゃいな。届くかな、ロングスローでもないけど。とう、あー、壊れる前に戻したい。あれ、ちょっと待って、これもしかしたらロングスローだった。なんかどう見てもなんかこう射程距離っていうかロングスローだったわ。全然投げる角度考えなくてよかった。何、怖っ。あ、まあいいや、自分の持ってる武器の特性すら考えてないという。そういえば今更だけど、ドトンの術って音とか気づかれるのかな。めちゃめちゃ音は立ってるけど
リンクの場所から音が出てるとしたら意外と気づかれないのかも。あ、意外と硬いのね。もうちょっとこれ自分でずらせればな。あ、今のは。あ、これって別に。あ、うわ、びっくりした。結構なんか壊れないのかなと思ったら壊れないと思ったところで壊れるの一番ビビる。なんていうか花火とかに火をつけてなかなかつかないなと思ってるといきなりジュボーってなるみたいな。よーし。ここは結構巨大というか大きめの拠点だよね。一振り。判定でっか。まさかこの高さまで判定がいくとは。さすがミネル様。たまーにデグガーマとかもね、高いところのやつを叩いてますからね。攻撃の判定が広いのは嬉しいけど。よし。じゃあ、ここは OK。あとは、ここかな？ここも一旦ワープしていきましょうか。そうしましょう。